すごかった、さっきバーってきて。なんかちょっとね、正直ね、飲みたくなっちゃうような色合いですよね。奥までね。こんにちは、レーシングドライバーのマックス・オリドです。はい、オリド・マーヤです。はい、今回のカープライムはなんとですね、シュアラスターさんから出しているループパワーショット、まあ、これはガソリン添加剤なんですけども、シュアラスターといえばね、僕らの時代はもうおよそ30年以上前ですけども、もうワックスといえばシュアラスター、これはね、昭和の男だったら誰でも知ってるんですよ。もう女性がファンデーションや化粧を塗ると同じように車にワックスをかけるのが僕らのもう当たり前のこと。まあ1回洗車するためにワックス大変なんで、洗車2回か3回に1回か週に1回をかける。ワックスをかけないと土曜日の夜走りに行けないって僕らのルールがありましたから。そんでね、あの洗車場行くと、まあ、毎晩のように洗車しに行くんですけど、必ずその洗車場には決まった同じようなやつがいて、洗車選手権、これが毎日始まります。それが聞いたことあります。ありますか、はい、そういったのがほとんど使ったのがシュアラスターです。シュアラスター、シュアラスターにもグレードがいっぱいありますよ。1から超竹馬あったの、ね、安いのから高いのまであったの。でも高いのなかなか買う勇気がないんですよでもね、高いので人が使ってるとどうするのよ、それ手出すんですね。使いたくなっちゃう。まあそういうシュアラスターさんがなんとガソリン添加剤を出しているということで、正直ちょっと僕驚いたんだけど、まあいろいろちょっとこう見させていただきましたが、僕の中のガソリン添加剤というと昔ね、結構やっぱりこう使ってたのね。それはどっちかというとサーキットをこうタイムアタック行くとか走り行く前に、そのエンジン保護するためにガソリンのちょっとオクタン化ってね、だから廃屋かレギュラーってあるでしょ、はい、でレギュラーから廃屋の方がそのエンジンには優しいんだけど、それをさらにこう優しくするためにこう添加剤を入れるっていうのをよくやってたんです。でも結構いい値段したの、こういうのが。そうそう、こういうのが。だからこれと同じようなサイズぐらいで、もう1万円近い金額、まあそこまで5、6千円したのかな。だけどこれは1本2000円ぐらいっていうね、すごい安い。そして、ちょっとさっき話聞きましたけど、まあ、これガソリン添加剤の用途もあるんだけど、まあ、エンジンの洗浄であったり燃料系の洗浄であったり、あとは、要はそのシリンダーの中、エンジンこうなんかピストン動いてるのが、そこに対するこうコーティング効果とか、あとはね、そのなんか摩擦を減らすようなエンジンを保護するための効果も非常に高いということで、それでどうもね、入れただけで乗ってフィーリングが変わる、蘇る加速感って感じ。さすがです、蘇る加速感ね、いいですね。これまたすごいじゃない、これなんかワイルドスピードと、うん、かわいいね、コラボしてる、なんか5種類ぐらいあるって言ってましたね。違う種類の車が、はい、いろんな聞いてる話だとかなり効果があるということなんで、今日はちょっとこれをね、本当に素直な気持ちで実験をしてみたいと思います。今回使用する車はこちらの白い80スープラ、こちらもまあナンバー559なんで僕の車ですけども、まあ、これは3リッターターボのマニュアルミッション、6速マニュアル、エンジンはフルノーマルです。変わってるのはインタークーラーとエアクリーナーのみ、ほとんどスタンダードの状態のスープラで今日はテストしたいなと思います。ある意味分かりやすいかもしれないですね。たまに乗るとこの車めちゃくちゃいいんだよ。うーん、速そう。え、速そう。速いよ結構、ノーマルでもこんだけ速いんだ。これちょっと改造するとすごい速かった。音がすごいね、これすごい。よいしょ、これはちょっと大事にしたい車なんですよね、まあ、全部大事にしたい車なんですよね。最高だぜ。結構調子がいいぜこの車は。ちょっとどんぐらい変わるのか楽しみだなこれ。前も分かるくらい変わるのかな。もっとパワーがすごくなるってこと。アクセルを踏んだ時にギュッとこうパワー感が、トルク感が多分ちょっと増えるんだと思う、まあ、街中でどのぐらいそれが分かるかだね、高速道路とかで。今この乗ったこの感覚をちょっと覚えておく、うん、
となくアクセルを踏んだ時のこの加速感とかフィーリングを、うん、結構グワッといく感じするけどね。これはまだ何にもやってないノーマルだから、うん、5速でも全然加速するでしょ、うん、これ6速かこれ4速じゃないかこれ、これ6だと思う、全然6だよ、6か、6速でも加速するなこれ、うん、ガーって感じがない、ギア落とさないと4速3速さあやってきました、秘密工場に来ましたけども、結構カープライムさんでここに来る確率が最近高いような気がしますが、今日はねこの80スープラほとんどノーマルですけど、これでまずノーマル状態、今の状態でパワーチェックします。そしてその後にガソリンタンクにこのシュアラスターループパワーショット、ループパワーショット、これをドボドボっと入れてよくかき混ぜて、そこからですねもう一回パワーチェックします。果たしてそこが数字で変わるのか、これはねちょっと僕もね正直ねすっごい楽しみです。それでは行ってみたいと思います。どうですか、変わると思いますか？いや変わると信じてますなんか安い感じですね楽しみです。はい、じゃあ行ってみたいと思います。緊張しますよね、こういうのはね。緊張って分かります、分かります。エアクリーナーとインタークーラーとそんだけね、あとマフラーが車検対応の、チタンのマフラーがついている状態の基本的にノーマルです。でも今こうやって見るとこれだから326馬力のトルクがこれは35.7 ってことね、ってことです。300超えてますね。まあこれはねあくまでもこれはノーマルの状態なので、これなんかさっきよりもこうちょっと上がってるような感じがするの、これは問題ないですか？そうです、問題ないです。大丈夫ですね。はい、これがノーマルの状態です。これちょっとせっかくの僕も取っておきます。これでここからじゃもう一回エンジン止めていいですか？大丈夫です。さあシュアラスターさん、これは何度やっても緊張しますよねこれよく振った方がいいですか？気持ち振った方がいい。気持ちね、ちょっとね振らなくて大丈夫、振らなごめんなさい、どうもこういうの振っちゃうタイプでねさあ入れてみたいと思います。シュアラスターループパワーショット、これを入れます。これ何 cc ですかね？これ 240cc で変わるのはすごいですよ。さあちょっとね正直ね飲みたくなっちゃうような色合いですよね、なんか匂いもさっぱりしてる匂いですね。いいですか、これ入れますよ、ね、よく奥までね。あ、そうやって入れるんだ。これ本当はだからガソリン満タンとかにする前に先に入れた方がよく混ざりますよね、本当はね。はい、入りました。基本的にはこれで終了です。はい、ね、ガソリンキャップを閉めます。これ閉めちゃっていいですね、もうね。これ車揺すった方がいいですか？あ、もう何もしなくても勝手に浸透するわけですよ、ガソリンタンクの中で。すごいですね。もう OK ですか、じゃあ。いや、ちょっと、アイドリングで2、3分。はい。あ、じゃあエンジンかけていいですね。エンジンかけますよ。アイドリングで2、3分。
ちょっとじゃあエンジンかけてアイドリングで 2,3 分。マジですか。ちょっとそれ聞いてみましょうよ。音とか排気ガスがすごかった。さっきバーってきてここに来るのは2回目なんですけど、1回目の時もそのチェックする前とした後のその緊張感がすごくて、なんか確かにちょっと滑らかになった感じもしますね。ちょっとこれからまた測るので。変わってる？うん。なんかちょっとすごい楽しそう。こう滑らかな感じがする。ちょっとするよ。今いや確かにちょっとガサツ感がなくなった感じがする。ちょっと変わった感じしますよ、うん、まあね数字で出ますからね。いやな確かに変わった感じがします、はい、言われてるようにそのマイルドとかこう抵抗感というかスルスルヌルヌルしてきた感じがする。エンジンが本当かな。5馬力上がったら皆さん買ってくれるらしいですよ。さっきいくつだったっけ？326だったっけ。あ、それはこれはなんだっけ？トルクね。あ、はい、トルクがすごい上がってる。この辺がすごい上がってる感じですか？コンマ6トルクで、はい、この辺の馬力でどんぐらい違うの？馬力で2、5、4馬力。あ、この辺の5000回転のところのトルクがコンマ4違って、馬力で4馬力。あ、4馬力です。変化が出始めてるのは多分 VVTI とかのカムが変わってぐっと高速側に行った時にぐっと差が開いて、トルクでコンマ4、トルクでね、馬力で4馬力違う。上行くとちょっとこうそこまで変わんないかなって感じですよね、これは。そうですね。このだから中間の要は街中でそこそこビューッと加速した時に一番使用する回転をここから上げていくぞっていうアクセルを踏み始めたあたりのフィーリングがすごい変わってる。これはまたちょっと驚きましたね。だって入れて3分待っただけですよね、はい、これ間違いないですよね。これね間違いないですよね。もう一回行ってみましょう。もう一回行ってみます。もう一回これね一応ねもう一回これねもう一回行くとね上がっちゃうのか下がっちゃうのかね。もう今逆に言うともう一回行った方が馴染んでますよね。ね。
これやっぱ中速がすごい変わってる。この辺の変化は？ここ多分あの今置いといて固まっちゃってるのですけど、ずっとパンなんてしたら一緒ぐらいかなと。はいはいはい。ここはやっぱり同じように変わってるところですね。で逆に言うと上の変化はそんなにない感じですよね。そうですね。これ最後の。なるほど。やっぱり、もう一回今回しましたけど、この5000ぐらい、これだ4500ぐらいの中速域がうーっと上がって、高回転はパワー的にはあんま変わらなかった感じかな。でこれ2回やっても同じようなグラフなので、まあ微妙な数字の差はあるけど、そういうような結果が今日の結果では出た。コンマ5、コンマ5違うって結構違いますから、乗った感じのフィーリングは多分変化はあるんじゃないかなと思われます。はい、どうですかこの結果は。ひとまず安心ひとまず安心ですね。ひとまずね、はいはい。まあこれで今度試乗行ってみてフィーリングがどう変わったのかですね。なるほど、ありがとうございました。はい、というわけでパワーチェック終了しました。あ、結果的にはですね、馬力で、ピークの馬力じゃなくて、今日は中速域の5000回転、一番こう回転がこうドライバーとして欲しいところの域で4馬力ぐらいで、トルクでコンマ4キロぐらい上がっております。これはねかなり差が出たと言っていい結果だと思ってるんですね。でこれを入れる効果としては、まあ、数字的なものもあるんだけど、やっぱりね、例えばサーキット全開で走ります、思いっきり走りたいです、楽しみたいって人のに向けての安心感ですよね、一番はね。そのやっぱ馬力を上げるため の, その僕の考えはパーツっていうよりかは、やっぱこれを入れることによってエンジンにより優しくサーキット走行を楽しめる、そして一番ドライバーが欲しい、ライダーが欲しい、一番ぐーっとアクセルを上げて加速していく区間 の, そのエンジンのまろやかさが増えたって言った結果が、この今日のパワーチェックで出てるんじゃないかなと思います。だからこれはね、多分まだ乗ってないけど、乗っても分かるぐらい効果を感じるんじゃないかなと、僕はそう思います。体感的にはやっぱりこれはサーキット行った方が分かりやすいかもしれないな。一番変わるのは4500から5000回転ぐらい。これその回転まで行っちゃうとスピードが出すぎちゃうから確かに速いね。これサーキットで走ったら逆に体感的には効果は分かりやすいかもしれない。スピードが上がってくる、スピードが上がってくると、この辺のやっぱりこうデータでもさ、3000回転とか、その辺って変わってなかったじゃん、だからそうすると乗っても正直ちょっと分かんないかな。5000回転まで上げない。そう、5000回転ぐらいのところがぐーっとトルクも上がってたんで、まあ、入れてね悪くなることは絶対ないし、エンジンには優しいもんだから、スポーツ走行を楽しみたい人はぜひ使うべきだ。車だと5000回転相当速くなっちゃうか。速くなっちゃう。そう、実際こう変な話、ワンメイクのさ、86とかああいうのにこういうの入れちゃダメなんだよ、レギュレーション違反なの。確かに、だから速くなっちゃうから。そう、速くなっちゃうから禁止されてるんです。確かにちょっとこの意識してると、5000回転を意識してると、5000回転がなんかぐーっとちょっと調子いいかもしれないスポーツ走行をやるとしたら毎回入れるってこと。そう、だからちょっと今日はワインディングを気持ちよく走りたいでとか、今日はサーキットの走行会だとか、まあレギュレーションに問題なければもうスポーツ走行とかする場合は、もう1本入れとけば安心なのよ。エンジンに対してね、でフィーリング的にもやっぱりこうスロットルレスポンスがちょっとこう欲しいところでこう上の方の回転域でこうグーッと上がる感じがあるから、
これいい車だなこれ、うん、乗りやすい。これ乗りやすいよこれ、うん、シュアガスターってそのロゴでインスタ調べてみて、うん、さっきの動画もう上がってるよ。上がってる、うん、エンジン内はコーティングもすんの、うん、かけてある、うん、コーティング、クリーニング&コーティング。パワーチェック後ですね、いよいよですね、ストリートと高速道路をドライブしてここ大黒パーキングまで来ました。非常に天気が良い中のドライブだったんで、最高でした。まあここはね、大黒パーキングのちゃんとねこう予約して借りるスペースにいますけども、今ね乗ってきた感想、まあさっきパワーチェックしたらちょうどやっぱ5000回転ぐらいで、まあ、4馬力ぐらい、トルクでコンマ6キロぐらい変わってたんですけども、正直言ってまず発進したとき、街中を走ったときはあれ、うん、ちょっと特になんか変化はあんまり感じないかなっていうのと、ちょっと加速、高速回転加速していったときに、おなんかちょっと滑らかな感じが増えたかなみたいな感じ。あとやっぱり、ね、正直5000回転を、今この状況の中で回すのが高速道路ではちょっとなかなか難しかったので、そこの変化しろっていうのはちょっと感じづらかったんですけども、ここはやっぱりね、こうサーキットであるとか、そういうところでの変化量は、体感できるぐらい、感じ取れるんじゃないのかなと思いました。まあ僕的にね、一番ね今こう移動してきて思ったのは、まあいろんなことを感じながらこう来たんだけど、なんとなくこう燃料タンクから燃料ライン、そしてインジェクター、インジェクターから吐き出される、燃料の中に混じったこれ、シュアラスターループパワーショット、この子がですね、この液体が非常にこうシリンダーの中、エンジンの中で非常にこうなんとなくコーティング効果や洗浄効果、これをしてくれてるんだなと思いながら運転してきてることがめちゃくちゃ気持ちよかったですね。なんかね、そういう楽しみ、これだから今僕の車はさっき測った300馬力以上あったんで、まあ300馬力ってなかなかの馬力なんで、これだから古い車とか、例えば僕が感じたの古い車とか、エンジンの小さい車、まあ、もしかしたら僕が持ってる E86 とかポルシェとかね、そういう車に入れたらめちゃくちゃね、こういろんな意味で効果が高いのかなっていうのを非常に感じ取りながらここまでやってきましたっていうのがまずファーストインプレッションです。やっぱ白のスープラはすごい乗り心地が良くて、ちょっと話しながら来たんですけど、やっぱ5000回転くらいって普段の街乗りじゃなかなか行かない域だと思うんですけど、そういうのを例えば スポーツ走行だったり、そういうので混ぜてやることで、そのエンジンも守られるし、そういうところでパワーとかも感じられるんだなっていうのを話しながらやってきました。まあ、間違いなく多分ね、サーキット行ったらすごい間違いなく効果あるもんだし、さっきのこうパワーチェックしたフィーリングは確実にこの子で出てると思います。まあちょっと3000じゃなくて5000回転ぐらいちょっとこう回ってぐーっと回した時は、あ、なんかこうねパワー感ちょっと増えた感じがするぞっていうのは印象的に残ってます。なんか横に乗ってると加速感が増えた気がするけど、抜いちゃダメなんだよ抜いちゃダメなんだよ横に乗った時前もちょっとなんか思ったんだよね。感じた？いや、なんか早くやってたからかもしれないけど、まあ、さっきよりちょっと踏んじゃってたからな、うん、さっきも言ったけどエンジンに悪いことは全くないんでね、うん、エンジンを保護っていう風に考えると、うん、めちゃくちゃそのリーズナブルなパーツだ、パーツとかその商品だと思うよ、うん、2000円ってさ、2000円だからね、うん、でまた結構売れてるみたいよ、うん、確かに2000円でそうやって買えるんだったらね、ワックスも気になったけどね。ワックス気になった、うん、ワックスやってみたいでしょ、うん、やってみたい。大変だけどね。やっぱ大変なんだ。大変だよ、だって全部こうやってちっちゃい丸いスポンジでボディ全部やるんだから。確かに全然やっぱり違う輝きが、なんかねっとりしてるって言ってたよね。そう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 、まあ、あのマニキュアみたいなもんだよ、薄い。あ、トップコートね。そうそうそう、クリアのね、うん、そんなね、シュアラスターさんがこんな商品を作ってるなんてちょっと俺も驚いた。なんか横に乗ってると速く感じるなちょっと3速にしてみて、3速ブンって加速してみて。
ちょっと踏んでみて。もうちょっと踏んでみて。おお、早いね。早いな。早い。早い。早いよね。こんな加速なかなかしないよね。うん、いやだけどあの。あれを2000円で入れただけであの4馬力上がっちゃうってのはなかなかなもんですよ。確かに。ちょうど5000回転ぐらいっていうとサーキット走行だと、うん、加速して一番こう力が欲しいところだから、うん、かなり有効だと思う。スポーツ走行ではそういうの全然ないもんね。レギュレーションっていうかないよ。いやなんかちょっと速くなった気がする。さっき隣に乗った時に思ったけどサーキットとかでそうだねやってみたい。来週サーキットで谷口がテストするらしいから。はい、一通りですねパワーチェックもあり好結果が出て、そして、街中も乗り高速も走り大黒パーキングから U ターンしてきて、まあ、帰りはね前に運転してきてもらったんですけども、どうでしたか。今日帰りも運転させてもらって、パワーチェックしてきてからその4馬力上がったっていうのを知った上で走らせていただいたんですけど、その状態で、スポーツ走行とかサーキットでも走ってみてすごい回転数の高い速度で自分も運転してみたいなっていうふうに思いました。そうですね、正直だからこの今日は、数字的にパワーチェックではパワー上がりました。これをちょっと街中で生かしきれることはできなかったんですが、ただね、やっぱりサーキット走行をする上でスポーツ走行をする上では確実に効果が高いってことは今日の実験で実証ができました。僕はね一番今日これを使って感じたのはとにかくやっぱエンジンに優しいもの、エンジンに優しい、人間でいうねサプリとかそういうような感覚に近いのかなと思うんですね。やっぱりいいものを食べていいものを出して、これもガソリンに入れることによってガソリンの状態が良くなりエンジンの内部まで洗浄ができコーティングができるというね、非常に優れたもの、しかも買いやすい金額、これはですね僕はねぜひお勧めしたいなと思います。そして僕もねこれからどんどん使っていきたいなと思います。今日はいい実験ができました。ありがとうございました。シュアラッサさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。